マクハリ新都心マクハリベイパーク、ゾゾパーカホンダフットボールエリア、ゾゾパーカホンダフットボールエリアは、千葉県千葉市三浜区のマクハリベイパークにある多目的スポーツ施設。ソルタイロ FC 及び IBM ビッグブルーなどの活動拠点としても使用している。ゾゾがスポンサーとして、施設命名権を取得している。サッカー選手の本田圭佑が、 実質的なオーナーを務める本大スティーロが運営する自社グラウンド。2016年3月12日、幕張ベイパークの B-1 外区に正式開業した。オープニングイベントとして、フットサル PK の連続キックのギネス世界記録への挑戦や、ブラインドサッカー、ゴルフ、テニスのスポーツ体験コーナーや、チアリーディングや、フラダンスなどショーの開催。 パトロールカーやタクシーなどの乗り物に乗れるコーナーなど多くのイベントを実施した。主な使用チームスクールとして、ソルタイロ FC やソルティーロファミリアサッカースクールが活動拠点として使用している。主に大会やサッカースクールなどで利用され、サッカーやフットサルを中心に年間で約13万人が利用する施設となる。会議室の貸し出しやランニングステーション、 イングリッシュスクール、テニス、ラグビー、バルシューレといった子供の教育研究をテーマにした、ボール遊び教室など、サッカー以外のコンテンツにも取り込んでいる。2.6ヘクタールの敷地に、サッカーフルコート1面、フットサルコート3面、小コート2面、屋根付きフットサルコート1面、ゴルフ練習場とクラブハウスを完備している。サッカーフルコート及びフットサルコートは、 分割やつなげることで8人制、サッカーコートとしても利用可能である。ZOZO ゾゾがスポーツ施設のメインスポンサーとして、施設のネーミングライツを5年契約で取得している。詳細は、施設案内、料金増増パーク、ホンダフットボールエリアオフィシャルサイトも参照。主にソルタイロ FC の U-18U-15 の公式戦で使用されている。また、 近隣高校の施設での初イベントとして、本田圭介が子供を対象に直接指導し、サッカークリニックなどを行う、ゼストーンプレゼンツホンダ S、ソルタイロスサッカースクール2015イン LA& 幕張を開催しており、その後も、主に地域や子供向けのイベント、キッズパーク、ウォーターパーク、レディースフットサルクラスなどを開催している。ありがとうございます。